越前の場合はもうみんな目を埋めてまう。でそのために錆漆を2回も3回もこう塗り重ねて、最後の中塗り上塗りをきれいに仕上げるためにこう下地漆を塗り重ねて、金箔は鏡と同じなんで、彫り口はきれいにきれいだと金箔もそのように光るんです。漆で描いてて、あ、今日の粘りはこのぐらいでふんわかなかんなとか、あ、今日は乾きの遅いであと3時間後やなとかって。漆はもう微妙ですから、この日はこの日で湿度が違いますから乾き方も変わってくるし、うん、やっぱ漆が一番大事です。